清宮選手に会った時の魅力とか印象っていうのはいかがでした？あの木田さんが引いた交渉権獲得の紙を当日で僕が挨拶行った時、これが本物ですって本人に渡した時に、うえーってこれ本物っすかみたいなそんなリアクションしないですよね。でその純真なこの天真爛漫さをやっぱり絶対生かすぞと僕は思ったし、すごく可愛い感じだし、でこれがこんだけ野球知らない人にも愛される彼の持ってる要因なんだって僕は思ったんで、まあ苦しむと思いますけどプロの世界でやっぱり、ただあの部分だけは消さないように、で翔平にもずっと言ってきました、とにかく野球だけは楽しくやってくれと、プレーしてる時はそれだけは守ってくれって言い続けましたけど、より一層それだけは大切にしてあげたいなというふうに思いますね。いろいろと育成とか教育が必要になってくるとは思うんですけれども、監督としてはどんなようなこう来年1年目にしたい、どうですかね。翔平さん、翔平さんもね素晴らしい評価を受けてプロ入ってきて、難しいじゃないですかプロ野球バッター最初 ね、 どうしたらいいですか。最近の高校生のレベルがかなり上がってきてるので、今までのような変化球で苦しむっていうようなイメージちょっと持てないんですよね。1年目から行くんじゃないかなと思ってるんですよね。あのその妄想はちょっと僕もあります。行っちゃったんないかなみたいなありますね。ただそのそっち側の今ひとりさんが言った方向のみんなが思ってるスッと行っちゃうというパターンもどっか願ってるところはあるんですけど、逆に苦しむっていうところも考えておかなきゃいけないので、なのでこう真っ平らにしてます。真っ平らで考える。しかし栗山監督にはあの大舞台での活躍もイメージしていました。来年1年っていうスパンで考えるとちょっと難しくなってしまうんで、今一つイメージあるのは2年半後東京オリンピックの時に、クリーンアップでは最悪なくてもいいですけど真ん中ぐらいの打順にそこに入ってるっていう、でそこには絶対行かせるぞっていう風な2年半のイメージは僕はあります。ジャパンのレギュラー選手になる、5年後アメリカに行けるぐらいの評価を得るっていう風に勝手に僕は思った時に、1年目に必要な要素が何なのかを見極めて、それが1軍なのかファームなのか、とにかく打席いっぱい立たせた方がいいのか、まあ、いろんなことありますよね。でその選択を間違えないようにしたいなと、だから今のところあまり考えないように、はい、しますね。2年後、そして大谷選手のような5年後の姿を目指して、栗山監督と清宮選手の道はまさに今始まりました。